はい、速火塾の久保です。今日も暗号通貨3種類を見ていこうかと思います。ADA、BTC、そして XRP の順番で評価していきますね。まず30日足で ADA を見ていくんですけども、フェーズが完全変わったことがわかります。えー、以前はね、この水準で推移していたんですけども、現在はどこで推移しているかと言いますと、こういった形ですよね。14円ってものを抵抗ラインにして、14円ですね。 14円を抵抗ラインにして、その下で推移していた時代が、ここ、えー、34から二週間から4週間前のことですね。で、直近2週間っていうのは、この上で推移してますね。まあ、ですんで、一気に12円を割るってことはまあ考えにくいかなっていうのと同時に、16円以上に上がっていくポテンシャルが感じられるかなっていうのがエリエです。まあ、今年中に20円から40円 っていう、このちょっと広い幅のね、予測を私立てていますけども、えー、まあ、これに関してはなんでその予測になるかってことはちょっと長くなりますんで、ちょっと別の機会にまたコンテンツ作らせてもらいます。えー、今のところね、こういうふうにテクニカル的には分析しております。じゃあ次の通貨です。BTC ですね。はい、BTC はこういうふうになってます。同じような分析でいきますけども、えー、前半。 言ますかまあ、この辺かなちょっと薄いんですけどもこういう風な形とトレンドが発生した後ここで箱ができてますよねこれトレンドがこういう風に伸びてるってとこです、えー、このトレンドがね伸びた直後っていうのは買い戻しでガーンとねまた下がることが結構あるんですけどもそれがなくて持ちこたえたということは一定数こちらで防御ラインができてるかなっていうところなんですよね、まあ、ですんで安く見積もって 115万円が、あ加減の抵抗ラインになってるのかなと思いますんで、115万から120万の間なら、買いを立ててもいいんではないかなと思いますね。まあ今125万ぐらいですから、今買いを立てるのは、うん、相当勇気がないとできないかなと思います。まあ私の場合は95万円前後で、買いをずっとお勧めしてましたんで、そこでね、購入した方っていうのは今、大幅な含み益を持っているのと、 あと、利確をね、どんどんできているところだと思いますけども、まあでもね、また200万とか250万とかビットコインっていうのは目指せるんじゃないかなと思ってます。皆さんどういう風にお感じでしょうか。次、XRP ですね。XRP につきましては、14日足で見てみましょうかね。14日足なんですけども、同じです、分析は。この辺りで推移した時代と、現在は、このね、この辺りで推移してますね。 非常に32円とか33円とかあたりで30円を割ることっていうのはまあ考えにくいかなとトレンドが発生しているのが1週間ほど前ですけども直近1週間はずっとね30円から34円の間で推移しているということでございます、まあ、こうなってくると、うん、私ずっとね XRP っていうのはもう終わったなと思って二十数円台の頃っていうのを見ていたんですけども あれあれっという間に30円を割らないようなフェーズに入ってきたんで、これからね、ちょっとなかなか面白いんではないかなと。まあ私平均取得単価43円なんで、大量保有してるんですけども43円なんでね、個人的にはすごく含み損なんですよ。ですから希望的観測としては40円50円ぐらいになってくれないと嫌だなーっていうのがありますけども、まあそういうのをね、差し引いても、この XRP の動きっていうのはとってもいいなと思います。うん。あの、XRP って一回ね、 かなりの高値をつけて400円とかになってますんで、ポテンシャルはあると思うんですよ。ただ、XRP を多くの方が欲しがってるかどうか、そして XRP のこういった、ね、情報を流している人がいるかどうかってことなんですよ。はい。では、3つの通貨についてね、いつもお話してますけども、なんで値上がりするかっていうのは、実はですね、たくさんの方がその通貨を知って、その通貨を買ってみるっていうことが起きれば、買えば買うほど値段が上がるんですよね。で、売り手が増えれば増えるほど、 うん。まあ、値段が安くなるんですよ。もうそれしかないんですよ。まあ、ですんで、なんかの秘密があるとかね。か秘密で、秘密が秘密である以上は、誰も買わないんで、値上がりしないんですよ。その秘密が開示されるか、もしくは、まあ、なんか、これフェイクでも何でもいいんですけどね。買おうという気にさせる情報発信があれば、値段が上がるんですよ。だから、情報発信が多くても値段が上がらないってことは、相当見込みがないっていうことだと思いますんで、あのー、私の場合はね、値上がりしてほしいんで、あのー、まあ、個人的な、 観測ですけどもね、テクニカル的な、テクニカル的な未熟さもあるかもしれませんけども、とりあえずドル円で、えー、3年ぐらいね、勝ち続けてる私の見識から見て、この XRP っていうのは、私の意に反して、値上がりがね、かなり期待できるなぁと思ってるところです、もちろんそうじゃないっていう意見もあると思いますので、私の考えと放送、うのみにしないようにね、気をつけてくださいね、すべて、えー、一つ一つの意見を咀嚼して、最終的には自分の判断が倍なのか、セルなのかってことは、ご自身で決めることですね。 あ,のある情報があるから騙されたとか、こんなこと言ってる人がいるから釣られたとかっていうのも込みで自分の思考ですからね。えー、まあ、相場の世界、投資の世界っていうのは非常に厳しい自己責任の世界で、あのー、間違ったからといってね、謝っても誰も許してくれませんので、エントリーするかどうか最後のクリック、これはですね、もう皆さんご自身の意識でやるしかないということでございます。えー、私の放送もね、どこまで当てになるかわかりませんが、ね、私自身が、 こんなね自分の放送が当てになるんだったら億万長者ですから、この暗号通貨で。そうこまではなってないですからね、やっぱりドル円のトレードの方が、まあ、当てになるかなっていうところと、あと私、A a のね、含み益っていうのはプレセールで買ってるからなんですよ。プレセールで0.2円とかで買ってるから、0.2円で買ってたら、はっきり言ってね、2円でも4円でももうね、大勝ちなんですよ。10倍ですからね。まあ、ですんで、ADA の含み益がかなりあるんで、えーまあ、暗号通貨、 はプラスになってというふうに見えますけども、うん、実際はねあの、取引によるプラスマイナスっていうのは、今日から始めた人が数ヶ月後、数年後にどうかなっていうところが常に問われてると思いますんで、き、まあ、今日初めてね、動画をご覧になった方もテクニカル1回学んでみることは必須だと思いますんで、えー、おすすめします。それでは失礼します。